ピオキングです。今日もですね、みんなでバトルやっていきますが、で始める前にね、ちょっと皆さんにお願いがあるんですよね。最近ね、動画を見てくれる方が増えるにつれて、やっぱアンチっていうのがですね、まあどうしても増えてしまうんですよ。まあ僕とかね、そんなに声とかいい方じゃないし、まあ喋り方もね、ちょっとよくわかんない喋りよくわかんない喋りってなんだろうね。まあこんな喋り方なんで、なんか不快に思う方もたくさんいるみたいなんですよね。まあそこでアンチっていうのが出てきます。でそのアンチの方が出てきたらですね、皆さんはもう何もしないでおいてください。アンチっていうのはね、そのコメントをすることによって投稿者ムカつかせたいとか、そういう意図があるんですよ。そしてそのアンチの仲間を作りたい、それで一緒になって投稿者の人気をどんどん下げていきたい、まあこういう意図があるわけですよ。まあ基本的にね、僕の動画をいつも見てくれてる皆さんはですね、良心的だと思うので、まあそういうコメントを見ることによって、まあ、不快に思うかもしれませんけど、そこはですね、ちょっとグッとこらえて、もう無視しておいてください。よろしくお願いします。まあ今から始めていくんですけどね、まあネタにさせてもらいます。ちょっとそのアンチの方もですね、せっかく来たんでちょっとネタにしますね。まあこういうコメントが来たんですよ。ピオキングってまあ普通に動画撮ってて、まあ後撮りじゃねえのみたいな。まあ後撮りっていうのはまあ難しいコースとかね、クリア、ちょっと待って、危ねえまあクリアしてってね、さ、あの声だけ別に入れるみたいな、まあ後で入れるみたいな。ちょっと待って、これさ、右に行く、よし、消極 OK、 これあんま行き過ぎたら危ないね。まあそういうコメントがあったんですよ、アンチの方からですね。まあ、僕言っておきますけど、後取りではありません。まあ、基本的にやりながらやってますちょっと待って、やりながらやってますの意味わかるかな。ちょっと待って、やりながらプレイしてますか。まあ編集はね、ところどころ正直入れてるんですよ。まあ入れてるっていうのは、まあ無駄ななんかボンミスみたいなのあるじゃん。まあボンミスしたら同じような、まあつまんない動画を見せてしまうんで、まあそういうところはもちろんね、まあ動画として面白い動画を作る工程としてですね、カットしてます。なのであんまりね、あの動画でやられるっていうのは、まあそんなに多くは、ちょっと待って、これビビっためっちゃビビった。なるほどね、どんどんこう YouTube でルイージ早くね、ルイージ多分もう言ってるでしょ。もう結構抜きようがないパターンじゃないかな。どうなんだろうね。でまあ話に戻りますね。編集をすることによってクリアする時間っていうのはまあグッと短縮されるんですよ、見てる皆さんはですね。でもそれを全部映しちゃうと絶対面白くない動画になると思うんで、ちょっと待って、危ねもうほんとここ怖いっていうか、まああのルイージはもう負けたんじゃないかな。どうなんだ、これ押し潰される、大丈夫、ちょっと待って、大丈夫あれ絶対おちょくってるでしょ、あのルイージ、見て見て見て、ほらこれ絶対煽ってるよね、このルイージ。どうかして取れないかな、どうかして取れないかな、このルイージから絶対煽ってる、これちょっと、ああなめてるこのルイージは。よし、それじゃあヨッシーに乗ったままゴールね、ヨッシーに乗ったままゴール、えなるほど、ここで恐縮が、ちょ、よし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 、ここここ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと、よし、危ねえ閉じ込めたいね、みんな閉じ込めたいね、あの赤ブロックオンした時にさ、めっちゃ閉じ込めたいんですけど、これは右行こうか、待って、これ上から行きます、僕こっちからが正解なんじゃないか、下から行ったら多分危ないよ。待って、ヨッシーに乗ったままゴールでしょ、ちょっと待って、えこっち来て、北村君こっち来て、よしよしよし、ヨッシー持ってきてくれたね、待って、そのヨッシーを奪いたい、そのヨッシー待ってくれ、だあ待って、やらねえ、絶対やらねえから、だあちょっと待ってまあちょっと話戻していい、アンチのコメントっていうのは僕ね、もう鋼鉄の心でできてますんで、まあ、どんな攻撃でもね効かないんですよマジで効かないんですよ、本当に。声キモいとかさ、誰々の方が面白いとか、まあ、喋り方がどうとかも相当言われ慣れてるんですよ誰々の面白いとかね、別に書かなくていいじゃんとか思うんですよ、じゃあそいつ見ろよみたいなじゃあその人の見ろよみたいな、まあ思うよね。ちょっと待って、これ右でいい、このまま走ってっていい、マリオ大丈夫か。でその僕は慣れてるんですけどね、まあ、僕は慣れてるんですけど、まあ、そのねコメントにもしみんながまあ突っ込むじゃん、いやお前うぜえしみたいな、じゃあここ来んなよみたいな、いやまあ
あ言いたい人はいると思うんですよね。まあ僕をですね、あの好意的に思ってくれてる人はやっぱりそういうコメントを見るとムカつくってなると思うんですよね。まあ僕も好きな方がそうやって言われたら確かにムカつきますね。多分ね本人よりムカつくと思うんですよ。言われた本人より。やっぱファンの方っていうのは応援してあげてる気持ちだからね、まあ、相当ムカつくと思うんですよ。でもねっていうかこれゴール条件なんだったっけ。ごめん見てなかった。一回もダメージね、一回もダメージを受けないでこれね。オッケーオッケー。ちょーナイス。ちょっとほっ、よし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 、やったやった。ちょっと待って、これゆっくりいこう。顔でけっちゃ。落ち着いていくわ。あのノコノコをみんな知らないでしょ。あのノコロノコのノコノコのノコノコを知らないでしょ。あのノコロノコのノコノコのノコノコを知らないでしょ。このノコノコの怖さを知らない。うわー待って、やべ、ジャンプしたのに、ジャンプしたのにマリオから踏まれた。ちょっと待ってね。ほ、いや、これ生きれるか。いや大丈夫、この神キック能力満点の。ちょっと待って、マリオマリオマリオ、何やってんだって。ちょっと待って、ほっ、よし、ちょっと待って、くっ、よし、オッケーオッケー。じゃあここで一回この子振ります。でこのまま右でいいのかな。ちょっと待って、またまたジャンプし忘れたって。キューン。まあこんなんやってたら後取りがどうとか言われてもしょうがないよね。まあ下手すぎるもんね。なんか今日下手すぎるもんね。言い訳させて、今日だけ、今日だけめっちゃ下手。そういえばなんかスイッチでさ、前も言ったかな、なんか 3D ワールドのマリオが出るって知ってた。ちょっと待って、これもう無理じゃん。これ無理じゃん、もう、もうどうしても無理じゃん。長い、あ、いや戻ってきてらっしゃいます。よしよし、戻ってきた。戻ってきた頃にはもうみんな言ってますけど、いや大丈夫かなこれ。ま、いや待って、これマジで一番最初の人超有利なパターンのやつじゃん。これ一回右に行こうか。やられてくれればいいんだけどな、マリオだけが残ってるのは。あ、マリオやられたね。っていうことは、あとルイージとキノピコだけだね。よし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 、俺はワンチャンあるよ。ルイージも戻ってきてる。そしてあの誰、キノピコ戻ってきてる。これワンチャンあるよ。どうしようどうしよう。ほい、何やってんの。いやまだワンチャン、まだワンチャンあるよ。キノピコ、僕攻撃しないから、これ一緒に行こうね、一緒に行こう。よし、よろしく、よし、走りながらよろしく、走りながらよろしく。見て見て、この走りながらよろしく。ちょっと、お、マリメ精神ヤンダさんいる。まあ知んないんですけどね、誰か。まあ誰か知らないっていうのは嘘でも本当でもなくて、まあ本当なんですよ。まあマリメ精神ヤンダさん、ちょっとルイージ。ルイージはなんでいつも外役が多いんだ。みんな外イージを目指してんじゃないね。多分みんなね、ルイージをやってる人、まあルイージを操作してる人って、ちょ、あぶ、あぶ、ちょっと待って、危ねえって。危ねえって、ここよく二人言ってんな。ちょっと待って、これ危ないやつでしょ。コインか、ビビった、めっちゃビビった。今絶対ね、ノコノコかなんか出てくると思った。でこれは回転ジャンプでいこうか。回転ジャンプで、これどこだ、これトロール的なやつでしょ。これ一番右でいい、一番右でよくないね。とこっちから行こうか、こっちから行こう。で、うわどうしよう、これ一番右痛い、一番右、ここ行こう。ほっ、あー待って、そこにあんの、そこにゴールあんの。分かった、もう分かりました。これいけるかな、大丈夫。ちょっと待ってね、マリメ精神やんだ。うわ精神病んでる。このゴースで精神病んだのか。いや、せめてクリアしよう。さっきね、分かったから、僕分かりましたから、どうやってクリアするか分かりました。多分ルイージ行ってんのか、どうなんだ。ルイージゴールしないで、ルイージゴールしないで。うわムササビ手に入れてる。うわずる、それずる、待って、ムササビはずるいって。ちょ、待って、やべ、ムササビはずるい。うわー待って、ムササビはずるいって。ちょ待って、いけるか。ほっ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 。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。